岩国の試験飛行隊では PS-1 のテストが繰り返されている。 ETA-1600 本日の目的は竹添三佐並びに上の1位の五条ソロサイズ、それから余裕があればレーダーアルトの容量は、まず最初に上の1位が左席約1時間半、タッチアンドゴー2回続いて竹添三佐が左席タッチアンドゴー。日本人の手で日本人が作り出したこの PS-1 に隊員たちは誇りと喜びを感じているようです。現在の最善の技術を集めて作られた PS-1 の姿は美しくもある。そしてその素晴らしい機能は初めて見る者にはまさにマジックのようでもある。この飛行艇の生みの親菊原さんは大きな夢を持っている。まあ、ひとまずは水蒸気としてねございましたけどね、やはり用途によりますとね、水上の3メートルもある波の中での離着水、これがまあ、本命ですけども、やはり陸上飛行場へも着陸あるいは離陸できるっていうことは非常に便利になりますからね。そういう意味でね、水陸両用型にしようとして今キャックですね、ランディングギアっていうんですけどね、それの、設計と製造がまあ始まってるわけです。でそれと言いますのはね、例えばこの飛行艇の一つの非常に重要な使い道はですね、海難救助なんです。で海難は非常に多いですよね、日本の場合も他の国でも多いと思いますけどね。そして海難の起こる場所がだんだん陸岸から遠いところの海難が多くなってきつつある。近いところですとね、船がさっと行って助けることができるし、でもう少し遠いところでもヘリコプターが行って助けることもできるんですけどね、もっと遠くなる、あるいは遭難している人の数が多い場合はですね、まあ、船では時間かかりますからね。その点がまあ飛行艇であれば迅速に現場へ行って遭難着水をして遭難している人を助けて、そして帰ってくることができるわけですね。海の波が荒いから、といって着水できずに帰ってくるんじゃいけませんから、まあ、そこのところはこの場合高い波でも着水ができますからね。最近飛行場が非常に混雑してきてるわけですよ。これはアメリカでもそうですし、日本でも羽田にしろ大阪にしろですね。それでごく小さな飛行場から出られる短距離の離着陸可能な飛行機というものが今考えられつつありますね。 STOL っていうんですけどね、それでね、一部の人はね、水を水上飛行場のことをまあ考えてる向きもあるんです。というのは世界中のほとんどの大都会、水のそばにありますね。しかしまあローカルラインの小さな飛行場、陸上飛行場というものも考えられてた。これ足つけますとね、陸上の狭い飛行場もしくは水面、どちらからでもできますね、離着水は。そうなりますとね、今の飛行場緩和に大きな役割を果たしてくれやしないかと思うんですね。でその他いろんな離島ですね、飛行場のない島、あるいは飛行場を作ろうとしても非常に地形の関係で作りにくいとこ、それはたくさんありますね。そういうとこなんかはまあできますね、離着水。福原さんのその離島は今はまだ完成されていない。海難救助用の改装も水陸両用機としての改造も
今後の課題に残されている。しかしその夢が実って日本の空を海を湖を結んで BS1 が羽ばたく日もとあるに違いない。飛行機野郎たちの夢が一つに集まって世界へその進化を問う戦後日本の航空界の一つの回答、それがこの BS1 なのです。